to はい、始まりましたリエルの未来へ to go のお時間です。ごきげんよう、柴田リエルです。この番組は毎週土曜日の3時からと毎週月曜日の5時から週2回毎回違うテーマでお届けいたしております。リエルグループではあらゆる業務を行っております。一緒に総合サイトをご覧ください。カタカナでリエルまたはロゴ RIIR で検索いただくとこの総合ページが出てまいります。新しく左下にバナー出ておりますので、ぜひ皆さんここを開いていただき、取材インターネット番組ですね、再視聴できるようになっておりますので、何度でも開いていただき見ていただけたらなと思います。そして右側のバナーはリエルチャンネルでございます。ここから簡単に入っていただける、見ていただけるようになっておりますので、ぜひご覧になってください。下の方にスクロールしていただくとキレクレーター、私が考案提唱するカウンセリングシステムを設けながら各業務をやっております。皆様にその方に合ったお手入れ方法、商品、施術、健康改善などなど、エクササイズなど、皆様にその声を伺い、理想的な結果を出していただくべくカウンセリングをしながら皆様にお伝えしているものでございます。下の方にスクロールしていただくと3ページ目各業務のページとなっております。各ローマ字頭文字をクリックいただくとあらゆる業務のサイトになっておりまして、センターにありますリエルセレクトの業務はですね、私がおすすめしている再生医療商品をラインナップしているページでございます。オンラインショップになっておりまして、もう若作りではなく若返っていただきたいと思うところから商品を揃えております。スキンケア商品、美容器、サプリメント、食品など数々自身で実感し試し、皆様に一緒に使っていただきたいものを揃えておりますので、ぜひ皆様まだ知らないという方はお手に取って試していただけたらなと思います。そして全国に業務医療提携しております病院クリニックのご案内、東京渋谷にありますベル美容外科クリニックもここから見ていただきます。幹細胞治療を得意としておりますクリニックでございますので、ぜひ皆さんカウンセリングから入っていただき、ぜひ10個も20個も一緒に若返っていただき、もう見た目年齢、実年齢よりも10個も20個ももうリバースです。内側から若返っていただけたらなと思いますので、ぜひ皆さん開いていただきお問い合わせいただけたらなと思います。そしてピンクの愛のページ、ここは護身術クラウマガの業務となっております。クラウマガはですね、イスラエル発祥の護身術、世界で称賛されている技でございまして、CIA、FBI、SWAT など取り入れていただいている技でございます。日本の警察も自衛隊も大手警備会社も逮捕術、防護術として採用されている技でございまして、ご指導に当たらせていただいております。日本の女性では唯一インストラクター資格を持っているということもあり、指導しておりますが、護身は一般の方、皆様に習得していただき、知っていただきたい技でございます。なので、お子様からシニアまで、年齢問わず、体力に自信のない方も、スポーツに自信のない方も、皆様に護身を身につけていただきたいと思いますので、ぜひ皆さん体験からでもお気軽にやっていただき、クラウマガ始めていただいたらなと思います。楽しみながら、ストレス発散にもなりますのでね、ぜひ楽しみながらトレーニングしていただき、体力改善向上、そしてダイエットなどもボディメンテナンスにもなっていただけるトレーニングでございます。もう筋トレも素晴らしいトレーニングではあるんですが、見た目の筋力よりも実際使える筋力をつけていただきたいというトレーニングになっておりますので、ぜひ皆さんクラウマガ始めてみてください。クラウマガはドラマ、映画などでも、世界の作品、国内の作品でもクラウマガの技を取り入れられた作品が数々ございます。ドラマ映画などもアクション監修をさせていただいていることもあり、ここからその作品を見ていただけるようになっておりますので、ぜひ皆さん知っていただき、ぜひクラウマガを多くの方に広めていただけたらなと思います。そして E のページ、ここは不動産業務です。ぜひ皆さんお気軽にお問い合わせいただき、売りたい買いたい何なりとご用命いただければなと思います。そして赤い愛のページ、ここは世界的有名な発明家ドクター中松博士の販売店をせつかっております。中松博士約4000件の発明品が今ございますけれども、もう皆様がね
知らないだけで自宅にあったり日々使っていたり出かけた先で何かしら使っていたり助けられたり馴染みある商品が数々あるのが仲間博士の発明品でございます。その中でもホームケア商品をここにラインナップしているオンラインショップページとなっております。仲松博士数え95歳の年で現役の発明家であり事業家であります。その健康寿命をあやかっていただきたいということで揃えております商品でございますので、もう今やね、皆様がどんな方でも一緒に健康寿命100歳、もう120歳も夢じゃないということでね、皆さん健康な若々しい状態で年を迎えていただける時代でございますので、あやかっていただきたいと思いますので、ぜひ手に取って試されてみてください。もうね、見た目も実年齢だけじゃなく内側からもう10個も20個も若返っていただき、若々しい100歳、120歳だったらいいと思いませんか。もう現役のね、仲間博士でございますから、もう週2回ねジム通ってプール入ってウェイトマシーン1時間も2時間もねトレーニングされてる90代でございますからね、ぜひ皆さんあやかっていただきたいと、もう皆様もね同じようになっていただけるものでございますのでね、ぜひ試してみてください。そして最後 R のページ、これはメディアでございます。私はじめとして数おりますので、ご興味ある方オファーいただけたらなと思います。そして寺地金賞選手の情報もここに載っております。今日は4月8日です。もうついに当日が来てしまいました。今日はね、寺地金賞選手の防衛戦となっております。ぜひチケットをお持ちでない方は Amazon プライム見ていただいたらなと思いますし、チケットお持ちの方はぜひ有明アリーナ、もうね3時から開演になってておりますよね。もうあらゆる試合も見ていただけますからね、検証選手後の方かと思いますけども、ぜひ皆さん、あの天心のね試合も、天心選手の試合も見ていただけますので、ボクシングデビュー戦となっておりますからね、ぜひ皆さん一緒に会場で応援していただいたらなと思います。私も後で駆けつけたいと思いますので、皆さん見かけたら声をかけてください。はい、検証選手の試合のポスターが出るかな、先に行っちゃいましょうかね、この流れですからね。はい、4月8日今日でございます。有明アリーナで開催になっておりますからね、ぜひ皆さん、はい、見ていただき、そしてねプライムビデオで見れますのでね、あのスマホからでも見ていただけると思いますので、ね、会員の方は見ていただけるかな、スポットでも見ていただけるんですかね、ぜひあの開いていただき、チケットない方はオンタイムで放送を見ていただけたらなと思います。ぜひ健志郎選手応援ください。はい、本当はね、あの3団体統一戦で予定しておりましたが、対戦相手がね、来れなくなってしまいましたので、急遽変更したマッチになりましたけれども、タイトルマッチでございますが、ぜひ皆さん楽しみに応援していただき、一緒に沸いてください。はい、DL グループではあらゆる SNS をやっております。一緒に Facebook、Instagram 見ていただいたらと思います。最近たくさんの方が見てくださり嬉しく思っております。お気軽にコメントを寄せいただき、こんなテーマで話をしてほしいとか質問などありましたら、ぜひぜひお寄せくださいませ。はい、インスタグラムですね、この番組の最新情報、あらゆる業務のニュースなども載せておりますので、ぜひ皆さん見ていただき、いいね、グッ、評価していただいたらなと思います。ぜひフォロワーになっていただき、拡散もしていただいたらなと思います。みんなで元気に若々しくなっていただいたらなと思いますので、一緒に、はい、変わっていっていただければなと思います。この番組もですね、タイトルにあります通り To Go でございますかね、明日へ未来へ役に立つ情報でお届けしております。元気になっていただくテーマでやっておりますので、ぜひ皆さん一緒に歩んでいただきたいと思います。 QR コード読み取っていただき、各ページに見ていただきますので、もうね、登録いただいたらすぐに開けるようにしていただけたらね、いいと思います。いつでもどこでも見てくだされば嬉しいです。そして YouTube チャンネルもやっております。まずこの動画からご覧ください。はい、毎日火曜日日曜日以外の夜の7時に最新動画がアップしております。ぜひ見ていただいた際はグッドボタン、高評価していただいたら嬉しいです。
美容と健康に特化したチャンネルでございます。もうね、いろんなね美容健康チャンネルございますが、その方に合ったものをお伝えしているチャンネル、まあね、憧れている方とか好きな方を真似していただくのもすごくいいと思いますけれども、ドクターご指導のもと、そして科学的根拠に基づいた内容でお届けしておりますので、ぜひ皆さん参考にしていただいて、正しいお手入れ方法をねしていただいたらなと思います。はい、その方に会っていても自分に合わないかもしれないですしね、その方がトラブルなくても実は間違ったお手入れ方法だったりするかもしれませんのでね、そういう意味でも見ていただき参考にしていただけたらなと思いますので、見ていただき参考になった時はグッドボタン高評価をしていただいたら嬉しいです。はい、なんか今日なんか調子が違うなと思ったら、イヤモニがないね、イヤモニがね、音がなんじゃかよく聞こえないっていうね、静かだなと思ったらイヤモニがないっていうねありがとうございます本当なんか無音だなと思ってましたけど、こういうことだよ、まったく竹内本当に、はい、聞こえるようになりました。皆さん本当にお待たせしました。自分の声がやっと聞こえるようになりました。はい、はい、もう順番なんだかもう分かんなくなりましたけども、今日のリエルのおすすめをいきたいと思います。今日のおすすめはこちら、命の元でございます。命の幹と書いて幹細胞の幹と書いて命の元と呼んでいただきたいものでございます。皆さんもう知っていただいてるでしょうか。まだ知らないっていう方はね、遅いと思わずもう今からでもすぐ始めていただきたいものでございます。はい、命の元はもう老化をね、老化細胞っていうのは今までは仕方ないものだと思っていました。もう年々年を重ね、日々年を取っていけば老化症状が当たり前に皆さん出て、それと付き合っていくっていうね、時代で今まではございましたが、もう今や再生医療が進み、時代も変わり、老化は病と捉えられるものとなりました。病すなわち治せるものでございます。もうね、老化で、ね、年を取ったから仕方ないなんていうね、もう言葉はね、もうありえない、通じない時代がどんどん来ております。もう年を取ったからうっかり物忘れして、記憶力が低下した、元気がなくなってきた、免疫力が下がってきた、なかなか食事もか細くなってきたとかね、栄養がなかなか身につかなくなってきたとか、痩せにくくなってきたとか、同じことをしているのになんか太りやすくなってしまったとか、いろいろありますけれども、それはね、年を重ねたことによっての現象ということで、皆さんね、諦めたり付き合っていく考えになっていたと思いますが、もうね、これからは老化細胞は除去していただき、増やさないようにしていただけるものがもうできておりますので、この命のもと皆さん手に取っていただき、ぜひたくさん食べていただいたらなと思います。サプリメントは薬ではないですからね、処方薬とかではないですから、食べるという、飲むというとね薬っぽいですからね、食べるというね表現が私は一番おすすめなんじゃないかなと思いますが、食べていただきたいと思います。どんどん食べて若返って理想的な10年前20年前のご自身の感覚に戻っていただけるかなと思いますので、一緒に試していただけたらなと思います。はい、いつも元気だねとかね、言っていただけるんですけども、本当になんか身をもって実感していることを皆さんにお伝えし、一緒にやっていただきたいというものがディエルセレクトの商品に挙げているものばかりですのでね、ぜひ皆さん一緒に試していただきたいなと思います。で、この命のもとにはですね、若返りホルモンっていうね、若返りビタミンというね、NMN ももう NMN はもう皆さん浸透して知ってますかね。でも NMN の今こそね、ちょっと馴染みある、皆が知っている成分かなと思いますけども、もうディエルセレクトではもう4年前から4年前からもう NMN は商品はもういち早く取り扱っているものでございますからね、まあここだけの話、こうマイクが取らないように言うと遅いよっていう感じですけれども、はい、もう4年前からディエルセレクトでは NMN を出し、今はもう浸透してきてるかなっていう時にもう次に行ってます。
老化細胞ね、若返っていただくものでございますから、命のもとぜひぜひ試していただきたいなと思います。はい、もうお子様でもいいですよ。お子様はね、子供の方とかはまだ若い、でも十分若いですけれども、違う意味で元気になっていただいたりとかしていただけますからね。子供もね、ほら風邪ひいたりとかね、風邪の子っていうのもなかなかそうでもない時代になったりとか、免疫力下がったり、子供も疲れる時代です。子供も精神疲れたりする子も多い。なので、こうそういうねストレスとかから不調も生まれたりとかしますのでね、お子様も食べていただけるものでございますから、ぜひ命のもと家族で食べていただいたらなと思います。でね、もう味も美味しく作っております。もうなんかまずいとね、なかなかこう手に取るのが遅くなったりとか、忘れがちになったりとか、後回しになってしまうものですが、これはね、乳酸菌っぽい感じですかね、とにかく美味しい味に作っておりますのでね、お子様もね、おやつのようにこうサラサラってね食べていただいたりとかして、子供がね美味しく食べているものだったりするので、大人はねもちろん尖った感じで、ね、特別甘いとか苦いとかそういうことは全くなく、美味しく、ラムネ菓子じゃないですけどね、乳酸菌っぽい感じですかね、お水なくても食べていただけるものですし、食べていただいた時には水も一緒にごくごくたくさん飲んでいただくとさらにいいかなと思いますが、ぜひ皆さん食べていただき、10個も20個も実年齢、見た目年齢、体内年齢をググッとリバースしていただけるものと思いますので、ぜひ命のもと一緒に試していただき、はい、元気になっていただきたいなと思います。はい、もう私今日も5本食べて今ここに座っておりますが、はい、楽ですよ。内側からねどんどんこう変わっていっていただくとね、肌もターンオーバーでね、下からこう肌って生まれ変わって上がってきますからね、下の内側から変えていただくと肌ツヤとかも変わってきますし、今日ももう何もしないでね、ノーファンデでおりますけれども、はい、どうでしょうか皆さん、日々戒めと思っておりますので、皆さんの評価が自分の戒めとして頑張ったり落ち込んだりっていうものでございますが、はい、一緒にツヤツヤに元気になっていただきたいなと思いますから、一緒に若返っていきましょう。はい、今日もリエルセレクトの回でお届けしたいと思います。月曜日はねちょっとね本当に面白いお話皆さん聞いていただいたかなと思いますが、今日は先週に続くリエルセレクトの回をお届けしたいと思います。アキリン先生とお届けいたします。もう人気 JK 教師から講師でもあります、アキリンとお届けいたします。ではお呼びしましょう、アキリン。ようこそ。また現れました、アキリン。今日は4月8日。そうね、4月8日ね、はい、この前は4月1日ね。今日はね、もう今からね検証選手を応援に行かなきゃいけないですけども、はい、ね、先週の放送覚えてます？覚えてますよ、4月1日の放送ね。あれは悪いと思う皆さん、4月1日先週の放送覚えてる？あれは悪いと思うあれからね番組が終わりまして、その後にねあれはひどいとかね言っていただいたんですが、だからあんたが仕組んだわけでしょここでねネタ話をしますので、4月1日はエイプリルフールでしょ。それで実は皆さんね心配の声とか、あれはひどかったっていうね声をいただいたりとかしたんですけどもそれは実は見てる皆様も引っかかっていたんですよ。そうやね。でもね、運営ってあるじゃないですか。モニターって多分あるとね。で、その偉い人モニターするんですよ、これ。ドギモを抜かれたと思う。そう、もう大成功、竹内やったー大成功ですよ。絶対怒ってるよ。この前ね、視聴者の方も、怒るよね。はい、エイプリルフールにまんまと楽しんでいただいたかなと思いますが、一番ねエイプリルフールにドハマりいただいたのが下の運営でしょ、はい、そうだよ社長激怒だよ局長。いや激怒っていうかさ、椅子から落ちたと思うよそう、下からねブースにね連絡が来てね、どうなってるんだってね。だってやらかしたのはさリエールさんをやらかしたと思ったわけでしょそう、みんなねドヤーって。ということはさ、
何が起きるか瞬時に分かったわけでも、そう、日々ね、フルボッコになるんだよ。はい、もう日々、もう、鳥小屋ズーリの高橋社長にお世話になっておりそうます。だよ。はい、もう原さんにもお世話になっております。局長、小町局長にも本当にお世話になっておりますので、その感謝の気持ち、思いを込め、はい、よく私謝った一肌脱がせていただき、エブリィフルをかけさせていただきました。でも迫真の演技でしたね。もう隣のアキリンが、はい、演技うまいじゃないですか。やっぱり元芸人なんじゃないですか。それ芸人じゃないよ、本当に。バレリーナですか。最近ね、この前250回のスペシャルでも言ってましたけど、今度ね、中松博士と漫才やんそうそうやろうかなっていう、中松博士のね、企画がありまして、はい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 、なんで私がボケなんだよっていうね。ま、練習しなくていいんでしょ。当たり前の、もう練習、どういうこと、褒めてないの。そのまま行けばいいんでしょ。で、そう、練習しなくていいよね、天然でボケてるんだ。なんで違うでか、バカ者。だけどほら、博士もほら、なかなかの演技者なんだよね。そうなんですよ。なんか舞台経験なんだよね。あ、そうなの、そうそう、博士ね、本物なんだよ、将軍役とか、なんか、そう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 、どこだ、歌舞伎だ、うん、どっかでやったんだよ。そうそう、舞台に立ってね。そう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 、はい、本物なんですね。うん、まあ、上がらないでしょうからね。そう、上がらない。だってその時に一緒に出てたのって、今やね、話題の大臣ですけど、高市早苗大臣も一緒に出たな。はい、議員の時でしたけどね。はい、舞台にすごい、もう何十年も昔ですけどね、うん、出てらっしゃったりとか、はい、中松博士結構ね、舞台とかいろいろやって、うんうん、まあ度胸はあるでしょ。そう、出てらっしゃって。はい、本当にそれで漫才やるのね。そうなんですよ。あの人の微妙な面白さがありますからね。もう詳しくは言いませんけど、ね、ドクターチルドレンではないですが。はい、日々ご指導いただいておりますために、私も、はい、日々の感謝を込めまして、局皆様をエブリィフールに、はい、ご案内させていただいた次第でございます。見ていらっしゃった視聴者の方もまんまとありがとうございました。ご心配いただいたにもかかわらず、はい、企画したのは私みたいな。でも今あんまりさ、エブリィフールってやらないよ。そう、やらないね、周りやんない。そう、だからちょっと新鮮かなと思って、見てる方も思い出していただこうかと。もう最近カレンダーにエイプリルさえ書いてないカレンダーもございますからね。はい、こういうのが暦上あった時もあるんだよと、はい、昭和の感じを出してみました。レトロな技ですね。はい、もうアキリーもドキドキしたでしょ。おかげで僕さ、思い出した、パネルがまだあるんですよ。まだあるんです。ちょっと続きをね、やり残した、ちょっとそれやらせてほしいんです。先週やり残したパネルをちょっと見ましょう。どうぞ。どっからだっけ、これか。はい、そうだ、だからみんなびっくりして、これルルダの水の話ってここでしたら繋がんないんだよね。見てない人いるんだよね。そうですよ。じゃあつなげてください。まあ後からお伝えしますけど、リエルセレクトでもう本当に画期的な魔法の神秘的な神の水っていうね、ものを私が、はい、リエルセレクトに取り入れる、私が選んだ、そうそうそう、取り入れた、そうリエルセレクトに新しく取り入れた新商品があるんですけども、画期的な水を売ると。そうなんです、ね、そのお水といえば、その神の水、魔法の水って言ったら、神の水と言ったら、やっぱりフランスのルーヌの泉の水だろうということで、世界史のアキリンが説明してくれてるところの流れで、はい、もう終わり5分でしたからね。お尻が切れたんです。そうなんですよ。でね、じゃあまあ言うんですけど、だからそのスペイン、フランスのスペイン国境の、はい、ルルドっていう村で、昔から前マリア様が教えてくれた神の水がある、はい、ね、うん、でそれは不思議なことに、うん、そこに行ったその病気の人は立ちどころに治る、はい、まあ立ちどころに治るっていうとインチキっぽいけど、うん、まあなんかね、意外と効果があるらしい。まあ日本であるじゃないですか、この温泉とかよく聞きますとかね、うんうん、それのかなりレベルの高い水なんですよね。そう。で、それルルドの水っていう、うん、でそれをお医者さんがね、お医者さんが調べに行って、うん、でその自分はほら、医者さんだから科学者だからサイエンスだから、はいはい、まあ、だけどそのお医者さんってキリスト教徒でもあったので、うん、だから神様の水ですよって言われれば、うん、まあそれ信じたいじゃないですか。まあ、だけどお医者さんとして、いや、この水効くのって言われたらどうかなって思うじゃないですか、うん、まあ、だから葛藤があるわけ
自分の中でね、うん、ルールドの水の成分ともうね、そうそうアルカリ性ですよ、アルカリ性大事。それでそれ調べましょうになって、うん、でまあいろいろ調べたらお前こんな風になるんですよと、はい、だからメインがアルカリ性でね、それにまあいろいろカルシウムマグネシウムがまあ含まれて、はい、だからあの今お水売ってるじゃないですか、そうそう、はい、まあちょっとあそこに商品名が書いてあるけど、そう、いいのかな、ダメじゃん、だからこれ論文作ったのは君だよ、君、これ論文だから書いた、もう囚人服じゃないよ、あるけどね、なんで今日囚人服なの、え、囚人服じゃないよ、どっか囚人服っぽくない、あ、これが赤にしたらモーリーだったの、あ、そうやね、これは、はい、はい、説明して、なんだっけ、あ、そうそう、それ でまあどちらかというと真ん中の中性に固まってるんですけど、はい、そのルルドの水自体はややこの上右と上に寄ってるじゃないですか、うん、で上に寄るってことはアルカリ性だからね、そうですね、まあ、そのアルカリ性がある程度関係があるんではないですかと、うん、まあまあ思われていたらしい、うん、まあ、どうもその辺を研究した人がいるってことですね、うん、ということです、そうなんですよ、パネルの声で終わりか、もう一枚あった、終わりか、じゃあこれ終わりや、そこまで喋ろうと思った、そしたらあれ事件が起きたから喋れなかったということです、皆さん、やっぱほら、味方からね、トラップをね引っ掛けなきゃいけないと思って、アキリにも、まあ、まあいい、はい、続きやってなかったよね、はい、次やって楽しみだでしょ、久々のエイプリルフールどうね、珍しいよそれ普通忘れてるんですよ、1日なんかね、まあ、どうぞこっからです今日、はい、で、まあ、ルルドの水っていうとね、まあ、あのフランスのねルルドの泉から来てる、うん、このなんかこう神秘的であり、あといろんなねこう不健なんか不調をそう何でも治っちゃう、そう治るっていう魔法のね水みたいな風に言われてきたものでございますが、うんうんうん、ここにこれをイメージするになるだろうっていうね、通ずるっていうのが、うん、超高機能水っていうのが製品、ね、そう超高、まあ、製品っていうかね、まあ、製品はちょっと置いといて、ああ水、ね、この、そのルルドの水っていうと、もう今やいろんな研究が進められ、このルルドの水っていうと今のこの時代は超高機能水のことを言うんじゃないかなっていうのが私、うん、そう名付けられている水が今あるってことですね、まあ、名付けられているっていうか、まあ、ちょっとまあ別に考えて、うん、高機能水っていうのを私はすごい注目したわけですよ、そしたらねそれをね何十年も研究しやってくださってるもう教授がねチームがいらっしゃって、うん、でその高機能水っていうのはねどういうものかなっていうのを興味深く思ってたわけですよ、うん、そしたらねそのねもうその超高機能水っていうのはどういうものかっていうのは、まあ、ちょっと少し皆様に知っていただけたらなと思うんですけど、うん、もうねすごいの、まずねその超高機能水って、ね、フランスのパリのルーブル美術館で開催をされた、まあ、2017年ぐらいだったかな、うん、時に、ね、はい、その時に化粧品原料部門でね最優秀賞を取ったっていうのが超高機能水なんですよ、うんうん、もうだから水の中でももう水と一緒にしちゃいけないっていうか、うん、もう水というね単語簡単な言葉だけではくぐってはいけないっていうのが高機能水、うん、もう高機能だからいろんな機能を持ってる、うん、プラスその上に高の上に強超がついてるでしょ、うん、超高機能水、うん、だからもう、まあ、でも要は水なんですよ、ね、水です、だからもう成分は水なんですけども、うん、だからルルドの水に通ずる今の時代は超高機能水じゃないかなと思っているんですけど、でそのねその化粧品部門で最優秀賞を取ったりとか、その次の年のね2018年ではスペインのねスペインなの、そうスペインで、フランスとスペインだ、そう医療、そう医療品のその世界ベスト7に入ったりするのがこの超高機能水だったりね、あと2020年ではスペインのバルセロナで、ね、開催された時に化粧品の原料としてね3位に選ばれた、実施したものがもうこの超高機能水で、うん、本当は商品の水じゃなくてその原料としての水なのね、超高機能水っていうのはもう日本の研究されているものがすごい評価されて、で世界がもう注目するものなのが、だからそのルルドの水に匹敵する今の時代で言うと超高機能水じゃないかなって思うわかりました、はいはい、でその超高機能水っていうとね、もういろんなねなんかもう本当に魔法みたいなね感じの、うん、まあ機能なんだから機能があるわけでしょ、働きがもうざっくりまとめたら7つかなって、うんうん、でその7つっていうのがもう1つ目がね浸透力、うん、
だってただの水なんですよ、一応水なんだけれども、もうすごいの、うん、この、まあ、水って染み込むんだね。そうです、そのし、でも染み込む水って、あのスポンジの上とかに水だけ入れていただいても浸透って、あまりこう、まあ、上に乗っかるよ、表面張力でそうなって浸透していかないのがまあ水なんですよね、うんうん、だからあの例えば化粧水とか化粧品って、うん、だいたい 90% がお水、うん、であと成分で作られてるのが化粧水なんですけど、 90% のお水がね大事って言われながらも水とやっぱりあの混ざらないから、うん、だからあの化粧品を作るときには、まあ、界面活性剤というようなね、うんうん、あの、はい、混ぜてそれを混ぜなきゃいけないっていうのがあるんですけど、でもそれって混ぜなきゃいけないから使われてたりするけども、界面活性剤ってお肌に良くなかったりとかするデメリットの部分もねあったりするから、うん、極力そうならないように作ってるけども、でもゼロじゃないっていうので、ね、見直されてきたりとかして、最近界面活性剤とか使わないそう商品とかも増えてきた、ここ何年、近年ではございますが、うん、もう水ごとスペシャルなものになったらいいんじゃないかなって思っていたのが、うん、もう 超高機能、うん、でこの一つ目が浸透力がすごいんですよ。もう水、同じ水じゃなくても水としても浸るもので浸透力が全然違うのは一つ、うん、で二つ目が乳化力が違うんです。乳化、うん、乳化っていうのはあの油と混ざる力、まあ、保湿作用ですね。乳化力がすごい、うん、もうお水なのに他の余計な混ざり物とかこう入れなくてもこの超高機能水を使うことだけで乳化力っていうのはすごい、他の成分と混ざるのね。そう、特に油でしょ、乳化がすごい、油と混ざる、ね、そうなんですね、うん、であとは3つ目に還元力が素晴らしい。還元は錆びないっていう、そうなので、あの酸化って皆さん言葉知ってるでしょ、うん、酸化っていうのは要は錆びる、うん、かびるっていうことだから、うん、まあ要は老化、老けていく、まあ、錆びていくからあの衰えていくっていう感じでしょうね。だから酸化しないように、酸化、まあ、抗酸化っていうふうに聞くと思うんですけど、酸化しないような商品とか商材とか、まあ、つけるもの食べるものがねできてきてると思うんですけど、抗酸化力っていうのが、まあ、皆さんね、耳にして求めているものだと思いますが、酸化の真逆が還元力、還元なんですよね、うん、還元っていうのはもう若返っていく、まあ、腐らないように、カビないように、錆びないようにっていうのは還元ですよね、うんうん、その還元力が優れてるっていうのがまたこの超高機能水の優れたところなんです、まあ、普通水ってね錆びるもんね、移設入れたりね、うん、それが錆びにくいということですね、うん、もう超高機能水はもう本当、錆びないの、そういう水、うん、だからもう魔法、神の水っていうもルルドの水に通ずるものかなっていうところですね。で4つ目が抗菌、あ、殺菌効力、はい、殺菌作用、殺菌効力のパワーを持っているのが高機能水って言われているので、うんうん、殺菌力ってすごくないですか、ね、そうです、菌っていっぱいありますよ。それはルルドの水自体も持ってたでしょ、そうで腹膜炎の女の人それで治ったでしょ、だからもうルルドの水に通じるものがもううん、あるこれだって思うね、それがもう超高機能水なんですけど、殺菌って菌って世の中いっぱいあるじゃないですか、うん、その菌が殺菌効力があったら良くないですか、うん、だってあの、まあ、コロナ禍もそうでしたけど、そういうものだけじゃなくて菌って言ったらね、あのニキビ肌になるお肌のね菌、わかりますか、うん、はいはい、とかあと水虫の時にね言われる水虫のあの菌もそうですよね、うんうんうん、あとデリケート部分で、うん、なかなかね行きたくない蚊に行かざるを得ない、うん、なるほど、男女もね、ありますね、問わずね、ですよね、うん、こうただれちゃったりとか、うん、こう炎症起きちゃったりとか、うん、あとなんかこう痛みとか痒みとか、うん、ね出て、うん、でもそういう蚊にはあんまりね、あの診療行きたくないって、まあ、ね、僕は行ったことないよ、あんまりこっち見て言わない聞いてないわね、そういうのがお悩み抱えてるね、やむを得ずそうなってしまった時とか、うん、まあ、なかなか ね行きたくなりやすい時は、ね、でも、うん、薬局に行ってそういうね、あの治療薬、改善薬とか処方されてるものとかをもらうにしても、うん、でもなんかなかなか対面でね、なかなか嫌だったりする時も、その菌がやっつけられたらいいじゃないですか、うん、だからそういう時にも使える、まあいろんな菌がありますよね、あと最近よく言ってるあのドクターミューズでね、あのよくお話ししている口腔内菌ね、うん、口腔内にも歯周病だね、そう細菌がありますよね、うん、それが増えてくると虫歯になったり、口腔内の菌が増えてね、体内にもそこからだって飲み込んだりいろいろするわけですからね、うん、まあ、そうですね、体に不調がね生まれてくる影響をするのが口腔内菌、細菌じゃないですか、うん、口の中って菌いっぱいでしょ、だから
そういう菌も予防できたり改善できたらいいですよね、うん、でもこうなんか歯磨きとかもそうですけど、うがいとかもいろいろ薬とかあるけれども、うんうん、シュシュってそのお水を吹きかけるだけで無臭で、うんまあ水なんね、海でそう、うん、何にも味しない水の間でシュシュってかけるだけで菌がね、とちやなくなったらいいですよね。殺菌作用を持つわけね、水だけど。そうなんです。それは珍しいことじゃない。でしょ、水でそんななかったでしょ、うん、それが超高機能水っていうのはそういう力を持ってるってね、研究で分かってるわけですよね、うんうん、それで5つ目は安全性です、うん、安全性っていうとほら刺激がないとかね、うんうん、あと界面活性とかそういう防腐剤をフリーにできるわけですよね、うんうん、いろんなものを入れてデメリットになるようなものを入れないでその高機能水で作れば、うん、超高機能水で作れば本当に水だけでいい成分と一緒に作れるわけだから、うん、もう画期的でしょ。それでもすごいこと。だって普通菌殺すっていうのはそれなりにまあ、うん、怖い危険な部分があるんやな、うん、いいものも殺すんやでしょ。でも水はそういうのはないないです。でもなんで殺せんだろうね、水なの。もうそれはね、もうそれって、まあ、簡単には説明できない。秘密なのそれ。秘密っていうかね、それはもう先生に来て話していただいたらなと思いますけど、先生に聞く聞いていただから聞いていただきたいと思うので、そういうね機会があればなと思いますけれども、でその6つ目に美白力もあるっていうのがね、超高機能水の優れたところ、うんうん、だから水なんですけどシュシュシュってかけるだけでワントーンとかで、ね、上がったらよくないですか。しかもね、ディエルセレクトの商品をその水と一緒に使ったらどうでしょう、うんうん、もうなんかツヤツヤうるうる、もう見たこともない理想的な結果になったらよくないですか、うんうん、美白っていうのはさ、あんま男の人は今まであんまり考えなかったけど、うんまあ、ただ今ちょっと違うんだよね。だって男性だって男子ね、男性でも綺麗な方がいいし、あと日傘男子とかいる。年を増してくると色合いが部分的にこうくすんできたり、うん、なんかね黒くなったりなんかこうあるじゃないですか、うん、なんか年を増した肌みたいになるじゃないですか、黒ずんできたりとか、うんね、そういうのも男性なかった方が良くないですか、うん、男性も10年前20年前のお肌に戻ったらさ、うん、若く見えて自分も元気になるじゃないですか。メンタルが元気になるとこう笑顔も増えるし、うん、相乗効果になるでしょ、うん、だから男性も若々しくするには肌が大事、うん、まあ、極端な話ですけど、綺麗なパーツ綺麗なデザインでも肌がこうなんか残念な肌になってると美しくもかっこよくも半減したりとかするけれども、多少醜いパーツでも多少醜い配置でも肌が綺麗だと可愛く美しくかっこよくなんかよく見えたりするじゃないですか。だからもう肌はスキンは大事なわけです。だから男女ともに年を取っても取らなくても肌は大事だから、そういう面で簡単に水シュシュってこうミストかけるだけだったらね、うん、いいかなって思いますよね。だからその美容化粧水とか言われると男の人は買いにくいんで、あれ水だったらいいですか。水ならそれは買って魔法の水、ルルドの水に通ずるものですか。まあ、まあだから言い方は大事だよ、ね、で美容水やめて7つ目、はあ、洗浄力がすごいんですよ、はあ、シュシュシュってそのね高機能水をかけるだけでね、皮膚洗浄になったらどうですか。よく洗えるのね。浸透するから洗えるんだろう、ね、そうですそうです。だからこうかけるだけでね、ちょっとしたなんか有事の時でも、うん、出かけた時でもね、すぐなんかこうお手入れできない時でも、うん、かけるだけで洗浄力があったら楽じゃないですか、うん、そのね7つ大きくわけですよ。まだもう奥が深いですけど、7つの力パワーを持つ高機能水、超高機能水が、うんうん、もう今の時代そのねルルドの泉の水にね、うん、匹敵するものじゃないかなって言って、うん、開発された。もうそれがね興味深いものだったりするんですけど、うん、そこに注目する中で、はい、もうディエルセレクトではですね、新しいミスト、うん、皆様にご提供できるようになりました、うんうん、はい、その水をこうミストにするわけ。そうなんです。今日はねちょっとまだお持ちしてないんですけど、ディエルセレクトでもうはい、もうカタログに出んの。もうはい、あげてるし、うん、もっとこう細かく追加していきたいなと思いますけども、はい、その名前も新商品の名は前発表リオです。リオ、なんかここ字がないとわかんない。じゃあスペル言って。D-I-O。
ちっちゃく E。D-I-O-E。ディオフランス語なのね。そう、ディオはあのフランス語で、あの神の水っていう意味ですね。初めて聞くやな。はい。最後の E は発音しないんでしょ。だからディオだよね。ディオです。神の水っていう意味があるのかね、それ。神の水という意味で、調べればわかんだ。ディオっていうネーミングのものになったんですけど、これがね、最新のもうディエルセレクトの商品で、皆様にもぜひお届けしたいというものでございます。はい、もう、ディオの。ディオじゃないのね。ディオ。ディオ。ディオの手を借り、ディオをこう吹きかけていただくことによって、なんかこう理想的な、こう、明るいトーンの肌になっていただいたりとかね、ワントーン戻っていただいたりとかね、あとなんかこうちょっと色合いが違うところが統一されて、うん、あのシンプルな統一された肌色になったりとか、うん、ところどころこうあの水玉模様みたいな肌じゃない感じになったりとかなったらいいかなって、あと、うん、いろんなね魔法のもうディオの神の実ですかね、うん、ものですか。話聞いてすごい簡単そうに見えるじゃないですか。めちゃ簡単、本当にシュシュってかけていただくだけ。それでいいんですかね、本当に。もうね、これはね、まあ、やってみ使えばやってみなきゃ、使っていただいたら分かるって感じ。あ、まあそれは、うん、やってみないと分かんない。もうあのもう私もう自分でもう毎日まず自分で使って試してそれを皆さんに伝えて、うん、で周りの方を使ったこう実感とかを聞いて、皆さんあのもう余計なね、いろんなこと言わないじゃん。もうミスト、水だから保湿も効果もあるし、あのシュ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 かけてくださいねって言ってお伝えするじゃないですか、うんうん、するとなんかね、勝手に皆さんそれぞれが変化をね教えてくださるんですよ、うん、それぐらいディオです。ディオ、神の水、ディオ。変化があった人は言うよ。いや、もうそれがね、もうみんな何かしらの変化で、うん、もう逆に問われるの、うん、これ何なのって。じゃあ水です、うん、これ何なの。水です。でも使った方がすごいね、驚いていっぱいいろんなコメントをくださるんですよ、うんうん、はい、周りの方、うん、それをもう正式にディエルセレクトにラインナップし、あのもうアップして、もう手に入るように、はい、ね、なりました。今まではね、あの会員さんとか身近な方にね試していただいて、ね、そうです。それがね、どん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 ね、そういう喜ばしい反響が出まして、もうね、うん、正式にディエルセレクトにアップし、皆様に手に取っていただける準備が整ったって感じでございますね。じゃあその次回ぐらいはこう現物がここに来るわけですね。もう今ないけど、もうあのネットで見ていただいて、ディエルセレクトを見ていただいたら、はい、もう皆さんにすぐお届けできるように準備を着々と。なるほど。もうミストですからね、あの神の水、ディオですかね、あの何ですか、水です、あのディオ。それ飲んだりもするの？口の中、あのさっき言ったみたいに水ですから、シュシュって口の中かけていただいて、ごくごくはいかない。ごくごくは別に、はい、あのドリンクで出してるわけじゃない、ミストで出してるので、うん、シュシュって吹きかけていただいたり、こうシュシュって吹きかけていただいたり、うん、こうちょっとなんか、髪の毛にも、はい、あとなんかあのそうですね、私だったらちょっと熱いものね、キッチンで触っちゃって、うん、あちってなったんですよ、うん、そしたらね、そしたら水ぶくれになるんじゃないかなと思ったんですけど、もうちょっと何にもないからミストをシュシュッ、シュシュッてかけたら赤くならなくて、この痛々がりの私がもうそのミストをシュシュッてかけただけで、その指がね、やけど症状がなかったんですよ。僕の前、焼きハマグリでやけどしたんです。暑いところを持つ、でもそういう時もバッグの中に入れといていただいて、そうだよね、ディオはディエルセレクトのディオをシュシュってかけていただいたら、その今まであちあちって痛いヒリヒリって言ってた感覚がもう数分後には忘れるような感じになっていただけるんじゃないかなっていうディオではないか。でもすごいことだ。あとね、周りで試していただいた方がなんかね、あのアトピーとかアレルギーなのか、なんかね、お肌がかいかいだったり、痛々だったり、見た目がね、こうなんか赤くなってたりとか。でも難しいんだよね、薬ないからね。ステロイドしかない。そう、でもほら、あれって完全に治らなくて、もう繰り返し、だましだましの治療じゃないですか。で、まあ、どんな状態でも保湿はね、お水は必要ですし、お水は害じゃないから。まあ、害はないよね。デュオは。あのちょっと吹きかけといてみてくださいって言って、まあ水ディオね、ちょっとミストじゃあかけとくかなって言って、シュシュシュってこうかけていただいてたみたいなんですよ、うんうん、そしたらね、次の日今までの感じのなんか違和感が緩和されてて、うん、で2日目もシュシュシュ、3
3日目もシュ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 、4日目もシュシュシュ、1週間経って7日間ぐらい経った時になんかね、良くなるの、今まで鏡で見てた自分の肌じゃない自分の姿があって、しかもここのところこの1週間かゆみが、赤みが、見た目がっていうのですごい驚かれて、何のせいかわかんないけど、なんか水ってすごいなんかこう何が変わったのかわかんないけど、あれかけてるとすごい変わったのよっていう声をいただいたり、え、そうなのって、じゃあもっとかけてくださいって私おすすめしてるんですけど、なんかねわからないんですけど、皆さんが使った方がわかるデュオでございます。すごいの。だから本当だったらやっぱりマリア様の水でそれ。もうね、先週ね、アキリンがね説明してくださったフランスのねルルドの泉から湧いたルルドの水がいや、まさかっていう感じなんですけど、はい、それはすごい。だからね、もうとにかく、まずは、まあ、やってみればいいの、ね、デュオミスト吹きかけていただいたらなと思います。で、シリカのね、ちょっとジェル状になってるものもありますけれども、そっちも一緒にこう使っていただいて、シリカってのはつぶつぶみたいなの、ジェル状になってて、でまたねそれもミストじゃなくてチューチューってこうなるわけ、同じようにジェル状になってるんですけど、これがねまた不思議でね、まあ、ちょっとボトルから見えないかもしれませんけど、こう振っていただくとお水になってシュシュってかけられるので、でちょっと置いとくとジェルになるんですけど、戻るわけだ。そうだから、お使いの商品を塗った後にそのデュオをねこうかけていただいて、こうプレスして押さえていただくと、今までとまた違ったなんかこう、理想的な感覚を見ていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひお水ですから量吹きかけていただいたり、口だかシュシュだったり、あと目とかもね、なんか 目大丈夫ですか、目とかもシュシュとこうかけていただいたりとかすると、なんかね水をね、ミスト量を目に吹きかけたらやばいじゃないですか。なんかね、だってアルカリだよ。それが今日アルカリ、それが量なんです、うん、はい。これもねまた後でね、次回細かく説明していける回も設けていきますが、チャンネルの方でもご説明する回を作っていきたいと思いますが、まずはね、お水ですから、ディオ、はい、神の水という意味のフランス語のディオ、使っていただいたらなと思います。なるほど。はい。それは分かりました。あとはやってみないと分かりませんね。はい。もうぜひ、ディオ、試していただけたらなと思います。またね、この続編で、次回も話題にする回を設けていきたいと思います。今日はもうね、今から、決勝選手を応援に行かなくてはいけません。ぜひ皆さん一緒に会場で応援しましょう。応援しましょう。はい、会場でお会いできない方は、テレビで生放送で見ていただいたらなと思います。はい、プライムでね、放送されますので見てください。はい、はい、ではまた次回を試しに待っていてくださいっていうか、あとまだもうちょっと時間ある。まだある。まだある。はい。で、言い残したこと言ったわ。いや、もう今からもう決勝選手、ちょっと、頑張ってますからね。そうそうそう、僕も行きますよ。はい、会場で見かけた時には声をかけていただいたらと思います。決勝選手で防衛戦ですからね。はい、要のどうなんですか、楽勝なんですか。もちろんでございます。はい、言っちゃいけないんですか。もちろんでございます。余裕のよっちゃんでございます、まあ、この前そうだったよね。はい、ツーベルトの私がね、はい、いい、なんか最初に今日冒頭でリエールのおすすめでお伝えした命の元、ちょっともう少し詳しく言っておきますかね、はい、命の元をもう少しっていうコメントいただいているようなので、はい、命の元はリエールセレクトのページから入っていただきますので、ぜひ、はい、もうね元気になっていただきますからね、こう内側から外側から元気になっていただいて、10年前20年前の様子に戻っていただき、見た目年齢、実年齢、体内年齢からガラッとググッと戻っていただいて、リバースしていただきたいというね、一品でございますので、はい。そして、命の元シリーズにはですね、このパウダータイプだけではなくて、酵素ドリンクもございますから、一緒に、はい、一緒に試していただいたらと思います。酵素は大事ですよ。僕、これ飲んでるよ。僕は両方やってんだからさ。素晴らしい。もうこの前も言ったんだっけ、僕、血液検査してね、素晴らしい数字だったよ、血液検査。ありがとうございます。嬉しい言葉、医者に褒められたんだよ本当にね。オールオーケーだよ。嬉しい。カウンセリング
しててもそうですし、うん、これをね、あのいろんな DL セレクトの商品をね、何だか試していただいている方、もしくは全部試していただいている方がね、うんうん、よくね、こう、あのどんどんお声をいただくんですけど、ね、何かしらあるよね。そうなんで嬉しいですよ。僕はそれだったけど、あの数値が変わったとかね、うん、数値もいろいろ皆さんありますよ。あの、ね、人によってちゃうよな。そうです、いろんなね、こう体細胞ありますから、どこどこの細胞にこうどこの数値のことをおっしゃってるかね、うん、まあ、うん、個人差ありますけども、うん、皆さんね、こう変化を見ていただき、そうそうそう、元気になっていただいてるね、お声をたくさんいただいてるものは、うん、もう10人が10人、100人が100人、1000人が1000人ね、皆さん同じように何かしらのお声をいただいているので、うん、飲んでも変わらないっていう方がね、いらっしゃった時は、うん、やめたりするんですよ。そういう人はもともと元気だった。でもやめてみると、うん、あれ、なんか不調がってなって、うん、また飲み続けたら、初めて実感していただくっていうことで、元気な方って分かりづらい方もいるんですけど、やめてみたら、もしやっていうぐらいに分かるぐらい、何かしら、こう、うん、元気になっていただけるものを実感をねしていただけると思いますので、ね、はい、DL セレクトの商品、皆さんもぜひご興味あるものからでいいので、うん、試していただけたらなと思います。ちょうど1年だ、まあ、元気なかったけど1年でいい数字になったよ。素晴らしい、嬉しいです。1年弱だもんね、このあの元を食べ始めてから、うん、あれ6月でしょ大体、うん、だから今だから、まあ、もうちょい1年弱、うん、うん、だってどんどんなんか伺ってますよね、数値から変わってきてるからね。数値はそうです。もう本当に1年弱前はさまよってたわけですから ね、うん、まあ、ね、それがね戻ってきてね、うん、お迎えが来るところでしたからね。はい、うん、ですね、うん、そんな感じで皆さんまた元気と皆様に分かっちゃっていけたらなと思いますから、はいはい、次回の放送を楽しみにしていただけたらなと思います。今から皆さん、じゃあ今日は研修選手を応援していただいたらなと思います、うんうん、会場でお会いしましょう。見てらっしゃる方はまた次回の番組を楽しみに待っていてください、はい、ごきげんよう、はい、ごきげんよう、ありがとうございました。